なんか肩パッドをどうしたそれ。肩パッドからなんかチンアナゴみたいなの生えてるけど、その赤いチンアナゴみたいなやつね、それ。はい、どうも。ちょ、待って、どんな状況これ。待って、説明して誰か。これ、巨漢映像が開かれとるんやけど、これ。なんで？消えんって。これなんで？これでやる？え、あ、よかった、消えた。これ、このままやんないといけないかと思ったもん。でも近い仕様に、まあいいや、これ見つかって、チェイスしますか。集中して、なるほど、そこにいる感じか。リッパーね、これ倒した後、刃飛んでくるから振らせたい。おい、危ね。いや、これ倒さないでいいな。まあ、ここのポジションは、そんなに弱いポジションじゃないから、全然チェイスできるね。いっちゃいますか、じゃあ。ここ倒しの、窓枠飛び越えますか。で、今回ちょっとね、最初巨漢映像のせいで紹介できなかったんだけど、この空軍の海賊衣装がめちゃめちゃ可愛いんですよ、皆さん。でね、なんかこの衣装をちょっと実際に着てるところ見せて紹介していきたいんだけど、ちょっと待って、やらかし、待って、これもう、あ、おラッキー、危ね。今なんか旋回したみたいになってるけど、あれ、刃だけ当たりたくなくて、本体からね、殴られようと思って近づいたら、なんか旋回成功みたいになっちゃったっていう。まあ、旋回も狙ったんだけど、ラッキーだったね。待って、これ刃待ってんな。これ刃怖い、あぶねえ。あ、もう今でも、どっちみち、あと1秒ぐらいで多分溜まってたんだろうね、あれ。あー、もう手についてんね。でも、ねえ、ベッドあったから、どっちみち大丈夫だった気がするんだけど。あー、来る、来そう。警戒。まあ、こんぐらい距離離れてたら、まあ、見てから、頑張ればかわせる。でもね、結構刃ガバ判定だから、巻き込まれちゃうかもしれないけど。よいしょ。これ割る、おーい、マジか。その距離はね、さすがに当たらないよ、さすがに。それはなんかお願い刃、これ瞬間移動する気がする。あ、するね、これ多分。あの距離で刃打つってことは、なんかもう半分諦めを感じる。なんか運が良かったら当たってほしいなみたいなね。確かに瞬間移動する感じはしてたわ。よし、じゃあここの暗号機直しちゃいますか。調光師が殴られていく。お、いいね、調光師。戻ってから板を当てていく、しっかりね。ナイス。新刊のとこが終わる。うん、さっきね、右上のところ2人でやってたんだけど、2人でやってたのかな、あれ。どうだろうね、1個終わってるけど。今の瞬間のところ2個目やな。まあいいや、ここやっちゃうか。で、今回なんですけども、この海賊衣装がね、先日のアップデートで追加されまして、5種類ぐらい出た中の、まあ、そのうちの1種類なんだけど、めちゃくちゃ可愛いんですよ、この新刊。間違えた、空軍の衣装、これ。もともとね、銃使うキャラっていうこともあって、なんか、様になってるよね、似合ってる。まだね、信号銃使って、今、解読中だからちょっと信号銃出ないんだけど、あ、出てた。ごめん、あれ？あ、違うよ、出てないよね、やっぱね。望遠鏡みたいなのがついてるよな。あれ？待って、さっき左上で新刊、ここにいるって、あれ？どこ？え？え、そっちかーい。そっちー。なんでー。あれ？嘘やろ。さっき左上で新刊が追われてた気がしたんだけどな、まさかの右から来るっていう。これ、一発殴られた後のリッパー、怖いんだよな、もうこれ。霧の刃がね、もうほんと怖すぎる。よいしょ。まあ、そこの板倒してるから、どう？割る？よし。あと2個か。最後まで行きたいな。結局、なんか始まりから終われて、結局最後までこれ俺を追ってくるみたいな感じになっちゃってるけど。どうせだったら全部乱獄仕上げたいな。てか、板全然使ってないから、まだ板2枚だよね、倒したのに。あ、3枚か。3枚倒したの、確か。だから全然この辺もまだまだ節約してるからね。バンバン。チェイスはできると思うんだけど、まあ、この距離はね、撃たれても絶対に当たんないから大丈夫。で、そう回ってくる。どっち、あ、そっちから来るのか。なるほど。閉鎖空間ついてるからね、塞いじゃった方がいいと思うんだけどな。何周もされちゃうよ、ここね。ほい、あと1個、オッケー。あ、そろそろ、塞ぐね。あ、でもこの、いや、もうこれ撃っちゃおう。危ねえ。ワンちゃん今、霧の刃やられてたら当たってたわ、あれ。相打ちみたいな感じになっちゃってたけど。悩ましいね。まあ、今撃つのが正解だったかどうかっていうのはね、ちょっと暗号機の、進歩状況とかにもよるんだけど、まあ鬼にもよるし、まあリッパーまだ消えれるか、消えてたな、そういえば。傲慢ついてるか。まあ存在感1だね、多分これ。まあ今そこで撃つと、まあなんか諦めてほしかった気持ちはある、正直。ここの暗号機ね、まあ7割8割進んでたから、諦めてもらってさっさとここを解読しちゃった方が早いかなと思って、うん、っていうのもあるし、まあ普通に来るなら来るでね、そのままここ強墓地だから、まあいけるなっていうところではあったんだけど。あ、右上にいるね。じゃあここも寸止め完了ということで、ほい。寸止め完了。どうしよう、心眼に任せるか。ここ瞬間移動されたらちょっとめんどくさいし、ここでゲート前にじゃあ行きますか。まあちょ、一応あさってから行こう。何が出るね、俺多分ね、医師のあの注射出ると思うんだよね。あ、そっちね。そっちね。うん、まああるわな、その選択肢も。確かにな、箱開けて一番出るアイテム、医師の注射針か、泥棒のライト、うん、この大体2パターンだからな。なんか前まで庭師の道具がすごい出てたんだけど、なんかいつかの修正で修正されたはずだよね、多分ね。なんかそんな記憶はあるんだけど、記憶違いかもしれない。じゃあ開けちゃおう。まあ、瞬間移動リッパーだからね、ちょっと怖いね、ここは。
ワンチャン飛んでくるかもしれないけど、うん、まあでもライトあるし頼りねえ心もとねえライトあるしまあ霧の刃もらってもまあ砂ぐりはされないかなっていうところではある。開いたね。じゃあ出ますか。こう見てこれ、この服めっちゃ可愛くない？これなんていうの、こういう服。ちょっとこう胸元だけアクセントというかさ、なんかなんていうか分かんないけどさ、俺これトップブラ知らんけどうん、まあちょっととりあえず出るか。どんな感じだろう。ほい、3人出てるからな、もう勝ちは確定なんだけど。あそこのドボ、あれ、なんでなんでそこ右行かなかった今。ハッチ、いや待って、そんな、あもう気づいてなかったかな、もしかして前しか見てなかったかもしれない、もしかして。あ今も霧加速でワンチャン行けた。あーでもどうだろうな、危ういところではあったな、ギリギリ間に合わなかったかもしれないけど、まあでも3人出たからね、まあいいでしょうということなんでしょう。はい、というわけでね、てかダメだこれ、最初のあの巨漢映像のせいで全然この衣装を見せれてね、今回気づいてしまった俺は。はいどうも皆さんこんにちは、さとみです。今回も第5人格から遊んでいきたいと思います。あ、これ2回目だったこれよし、じゃあここの暗号機上げてきますか。まあここの暗号機直すのなかなか怖いよな、ここ逃げるのがちょっと難しい。無傷の状態でこっから出んの結構難しいからな。ほい、で見てください皆さん、僕ね今回、まあ本当はワンで紹介したかったんだけど、この衣装ほんと可愛くて、ここ正面見てくれる間違いない、ほいまああの目線もらいの達人だから、もう見てこの衣装、可愛いんだよ本当に。なんか肩パッドをどうしたそれ、肩パッドからなんかチンアナゴみたいなの生えてるけど、その赤いチンアナゴみたいなやつね、それ気になるわ。気づいてなかった今まで、気づかなかったけど、これ気づき出したらそこ気になるわ、そのチンアナゴみたいな4個のやつ。それちょうどくぼみみたいなとこから出てるからね、森よりチンアナゴさ出てるやんけお前それ。まあでもなんか海賊シリーズはなんだろう、なんかこう財宝、呪われた財宝なのか知らないけど、なんかね各おのおのキャラなんかこうオーラみたいなのまとってるんだよね。光らせるだけでよかったと思うんだけどねその縦ブレいらんくて、なんかピカーみたいな感じで、よかったと思うんだけど。でもまあ一番可愛いといえば、まあ空軍のこの衣装もバチバチ似合ってるんだけど、医師のね背中にねなんかぬいぐるみ背負ってるんだよね。それも可愛いんだよ、まだ紹介できてないと思うんだけど、それも今度紹介したいね、動画撮って。いや本当に可愛くて、それもそれでね、まあまあベストマッチキングオブベストマッチで空軍めっちゃ可愛いんだけど、普通に衣装単品で見たら衣装もね可愛いんだよね。全然石っぽくないけどね、もうあれこれいる、鬼誰だこれ、全然姿は見てないけど、あれー金音しなくなったっぺなー、どっか行っちゃったっぺなー。これまあでも暗号機、あれってか俺のところ直しきったよねさっきね、まだ1個しか直ってないんだ、なんでだろう、どっか固まってるところに来ちゃったのかな鬼が。いや空軍の衣装見てて全然チャット見てなかったこれみんなが最初どこやってたのかね、こうなったら俺がちょっとカバーに入ってあげるべきなんだけど、やりかけのところ、あもう全然やってねえし、全然ここじゃなかったし、マジか。まあいいか、まあ将来的に仲間がつけてくれることを願ってやるわ。じゃあ俺はもう今回衣装見に来たからな、見てよこれ、どの角度から見ても映えるんだよこれ、空軍の衣装ね、かわいい。これ妻子どこだこれ、なんかいざねワープ繋いだけど妻子横にいて、あめっちゃ近いとこ繋いじゃったみたいなのが一番怖いんだよねああなるほどね、そこ暗号機やってる感じかな、まだどうだろう、まあなんとも言えないけど、まあでも暗号機の場所的にはまあそんなに偏ってるわけでもなく、つけるとこさえつけちゃったらね、あ左上に白クロム状か、きついな、この時間で初めてワンパン入れたんだったらこれめっちゃきついだろうな、ハンター存在感もたまってないもんな、まだこれは相当きつそうな感じするけど、まあいいや、さっそく開けちゃおう、座る前に、あそこに行ったんだ、で妻子のワープを壊す感じ、あーなるほど、超光子がでも飛んだねこれね、残像を殴った感じだね。でも白クロム状な飛んでこれるからな、そこまで一瞬でちょっとそう、ジャンプしてきそうだけど、誰かが、あ治療中じゃない、あれマジ誰かになんか、あれお前どうやってそこまで、あ飛んでちょっと時間があったのか、なんかワープのすぐそこに寝てるかと思ったんだけど、こんなところまで来てくれて、あれなんでこんな、あ自己治療してたのね、あそういうことか、あはい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 、なんかすごい俺の中でこんがらがっちゃった今もう完全に今回マイワールド入ってたからな、もう衣装のことしか考えてなかったから
まあなんやかんや反抗期あと一個ということでね。いや第五人格のやっぱいいとこはね、キャラの衣装が多いのがいいよな。やっぱ奇世界ゲームすごい好きだからさ俺。そう、まあちょっとね、そういう意味じゃないんだよ。そう、なんかちょっと危ない人みたいになってるかもしんないけど、そのなんだろうね、キャラを、まあ欲を出せば第五人格というか、なんかキャラクタークリエイトを一からできるゲームが好きなんだよね。でなおかつこう防具とか RPG 要素があって、防具とかを付け替えると見た目も一緒に変わるみたいな。でその防具もなんかこうトップスとかね、パンツとかで全部分かれててみたいな。武器もなんなら全部ちょい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 、今天才的なことしてたんだけど俺実は。あの最後の1個の暗号機まで全部後ろ向いて、その暗号機のとこまでね一回も引っかからないで行くっていうゲームしてて、着いたら皆さんみたいな感じで言う予定だったんだけど、まさかのお迎えされて飛んだセドゥン。まさかのねお出迎えされて飛んじゃったけど、ちょっと巻き戻して見てみて俺のしょうもない話。ちょ、あの待って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 、ま急げ急げ、マジ感謝、抜いてる暇ない、抜いてる暇ない、マジこれ。いや間に合う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 、絶対間に合う、絶対間に合う、絶対間に合う、絶対行ける絶対行ける。危ねえ、上がりやす。ちょっと遅くなっちゃった、ごめんよ。だ俺んとこ来るなこれ、多分一バレしてるからな。まあでも信号銃あるから早めに撃ちたいんだけど、この障害物が早めに撃ちたい。相打ちはやだ、あぶねえ、あぶねえ、ワンチャン相打ちあったな今。すげえ危なかった、本当に危なかった、しょうもない遊びしてる場合じゃなかった本当に。ギリギリね、うん、待ってこれ溜めてるけどキャンセルして殴ってきそうだから、しっかりしっかり逃げよう。溜めてるね、早く飛べよ早く。あ飛んだ、やっと飛んだ。もうじゃあ戻るか、戻ってもあそこに感謝置いてたからな、ちょっと怖いな。あ占い師いる、感謝割るかこれ、とりあえずは、いやいや割ろう割ろう割ろう、とりあえず割ろう。妻子が寝ていく、どうする、掴むか掴まないか、掴んだね。てか待って、あの居場所、感謝2つ置いてあったんかいこれ。ノーノーとあのアイテム漁ってたわ、ごめんごめん、全然気がつかなかったこれ。もう1個壊してなんか満足しちゃったよ、上のマーク全然気づかなかった。あでも相手よかった、じゃあ出ようぜ。はい、というわけでね皆さん今回、海賊空軍のね、紹介でした。見てください、可愛いんじゃん本当にこれ。学んでる空軍好きな人とかね、今別に空軍普段使いしない人もあのマイルーム巨漢、っていう制度出たから、あのキャラとしては使わないんだけど、普通にあの自分のね、なんか見た目が好きで、使いたいみたいな、あのそういう使い方もあるからね。なんか実際にフィールドだけじゃなくロビーでも使えるようになったからね、そこをちょっと衣装の幅増えて嬉しいよな。それ欲を出せば髪型てか、あの首下と首上を分けてほしいね、同じ衣装で。髪色とか髪型とかさ、髪飾りとか微妙に違ってくるじゃん。てか言うてしまえばね、赤ずきんとかね、機械技師のもう顔から違うけんね、あれも、うん、鼻の高さとか違うんだよね、横から見るとわかるけどね、うん、ちょっと顔も違うみたいなね、あの意思とかもなんかあったはずだけど、なんかそういうレベルで違うのもあるからね、それもちょっと加味した上でね、分けれたらねもっと良くなるのかなとか思うんだけど、まあでもデータ上なかなか難しいから、そこに力入れるんだったらまだね、なんか回線問題だったりね、あの俺としてはねそっち最初に実装してくれた方がね嬉しいんだけど、うん、まあなんか本当にね超めちゃくちゃやってる人はね、回線とかもっと直すとかあるやろうなみたいな感じになりそうだけど。はーい、というわけでね、今回、海賊の、空軍のね海賊の衣装の紹介でした。まあ、見ても通り本当にバチバチに可愛いんで、もう一押し、うん、今回の海賊衣装の中で1、2を争うぐらい。てかベストマッチ的な意味だったら1だね。石のね衣装も可愛いんだよ。次の動画で石の動画撮るわこの後じゃん。はーい、というわけでね、最後までご視聴くださいましてどうもありがとうございました。よかったらチャンネル登録、高評価の方を押していってくださると嬉しいです。それではまた次回の動画でお会いしましょう。バイバーイ。最後まで見てくれてありがとう。動画投稿の他にも生放送とかやってます。通知をね、入れていただくと生放送の通知が来るようになるので、ぜひチャンネル登録と通知していってくれよな。あとね Twitter とかもやってるんでね、ぜひ Twitter の方でも仲良くしてください。じゃあまた次回の動画で、じゃあなー。